桃園系副宮桃園駅桃園区は、台湾桃園市の四角区、桃園市政府所在地である。かつては、桃園県桃園市だったが、2014年12月25日、桃園県が直轄市に昇格したため、桃園県桃園市から、桃園市桃園区に改名した。民末の訂正工事期、台湾北部は原住民であるケタガラン族の居住地で、あり、 東園地区は南系を境界として南社とカメロン社に分かれていた。新代の1723年になると台湾北部に淡水町が設置され肝心による開発が着手された。東園地区に最初に進出した肝心の記録としては福建召州の乱イサムの記録が残っている。1727年、バラが群生したために 肝心集落を虎家屋僧と称すようになった。大規模な入植は1737年に八家の節経流による。開発地域は亀山から桃園を経て八徳に至る広大なものであり、交換は桃園に設置され、周辺には草店と称される簡易商店がのを連ねた。開発から10年が経過すると、この地には豊かな電磁が広がり、春には 桃が咲き乱れたことから、1747年に、東支園と解消された。地名で用いられていることは、昇州からの移民が多いことを示す文字である。日本統治時代に東園に解消されて、現在に至っている。区長国外桃園客運本社ビルと、東園客運東園バスターミナル、東園市中列ホコラ。ありがとうございます。